こんにちは山中です今日はライティングセクションのスコアアップについて話していきたいと思います。4技能と呼ばれるテストっても何でもライティングセクションあるじゃないですか。 英検もありますし、トッフ,フルも IELTS もありますし、まあ、ティープ、G テック全部あるじゃないですか。で、TOEIC もね、t o e i c SW の W に行くとありますね。あと、学校のテスト、共通テスト、受験とか、もうたいもうライティングがあるんで、そのライティングのスクワップについて今日話していきたいと思いますね。で、今日はね、その具体的なテクニックとかそういうことではなくて、こういう手順で練習を重ねていくんですよっていう手順の話をしたいと思います。どういうことかというと、例えばね、 ライティング、ライティングの練習をするじゃないですか。ライティングセクションで点数を上げようと思って、ライティングせずに点数を伸ばすんだって人はいないじゃないですか。か何かしらこう練習をこうするわけですよ、ライティングのね。例えばじゃあ10回エッセイを書きますと。10回練習しましたと。10回書く練習をするんだけども、10回練習をして、こう10回こう回数を、ちょっとずれてるね。10回回数を重ねるごとに、 12345678910と,、ね、とか重ねるごとにこう飛躍的にここ伸びていくる人もいればやってるのにもう伸びないよねという人もいるんですよ。でその数の問題っていうよりはちゃんと上昇するかの方が問題じゃないですか。例えば10回で点数上がるならよくてでも100回やっても上がらないんだったら。 回数やったから OK って話じゃないんですよね。やればやっただけ点数が上がっていくことに興味といいますか意味があるわけなので、今日私が話をするのは、どういう練習の仕方、例えば10回でも何回でもいいんですけども、どういう練習の手順を踏んでいけばこうなるのかっていう話です。だから結構大事ですね。で、これはね、自分が この英語のテストを受けるっていう人にも聞いてほしいですしもし先生講師の方が見ていらっしゃったら添削をされる立場のされかみ <laughs> ましたうるってなっちゃいましたされる立場の方がいらっしゃったらその方々にも是非見ていただければなと思うんですけどもその添削で注意すべきあの手順ですよねじゃあまずエッセイを生徒さん書きましたと1回目書いてきましたとビュってでちょっと今赤ペンがないので ペペペンが上にて青ペンン青青使いますね青ペンでここは違うよ、ここ ED じゃないよ、ING だよ、ここに S がいるんだよ、つけなきゃねここはここにこういう単語を入れとかないと意味が通じないよとか赤を入れてあげる、今私も青を入れてますけども、手を入れてあげるじゃないですか。何にまず重きを置いて添削をしてあげるのかということですね。自分が受けるんあれば、何に重きを置いてまずは改善させていくのかっていう話なんですよ。でまあ、じゃあ10回 エッセイを書くとしますよねでまず最初エッセイが出てきましたと一番最初に向上すべき直してあげるべき直すべきっていうのは一番は構造ですストラクチャーねどういうことかというともうエッセイの形としてはイントロボディボディコンクルージョンみたいな感じでも構造って決まってるんですよこうすべきだみたいなものがねでもイントロの中にボディで言うべき内容入っちゃってるじゃん詳しい内容言っちゃってるじゃんそれイントロで言うべきことじゃないからね とかコンクルージョンでまた新しいアイディア出てきてるよそれコンクルージョンの役割じゃないよねとかボディここで割らないと次のトピック映ってるんだから次のパラダルに分けないととかってなのあるじゃないですかそれって構造の問題なんですよ構造をねまず直してあげないと、まあ、そもそも読めない読みにくいし点数が大幅に減点してされてしまいますなので ED ーとか S ーとかっていうのも別にいいんだけどもそういう大きなもう土台ちょっと違うよねっていうもう根本的なところ っていうのを、まずは改善してあげないと、エッセイとして、そもそも形をなさない。なので、形をなすように、まずしてあげるという構造を見ていく添削というのは、1回目とか2回目でしょうね。次。次に、構造がちゃんとパラグラフ分けられるようになりましたと。なって、次にじゃあ何を添削してあげるの何が自分でこう、直せる時に直していくのっていうふうになると、次は、トピックにちゃんと合ってるかですね。トピック。トピックに合ってる っていう話ですねオフトピックって言ったりするんですけどもオフトピックって話が外れてますよねずれてますよねっていうことですねいやいやそういう質問をしてるわけじゃないからとか最初は合ってるんだけど話が途中からずれてきてますよねっていうのってよくあるんですよこれね本当に多くて私の経験上ね10人いたら9人はだいたいオフトピックになりますね そのぐらいできない人が多いです。トピックにちゃんとドンピシャで合わせていくっていうのね。ってなってくると、あの、話をまず合わせに行くところで添削をしてあげないと、話が全然ずれてるのに、S があるとかもう関係ないんですよ。もうボコーンって大きな減点がされるわけなんですよね。なので、その、どういう順番で添削をしていく、改善を重ねていくかというと、自分のエッセイが、または生徒さんのエッセイが、ちゃんとトピックに合っているかな、ダイレクトにビシッと、寸分の栗もなく、 答えられてるかなっていうことをですね。それをまずこう直してあげると。これ2番目ですねで。じゃあ3番目になった時にどうなるかというとですね。これ多少テストにも言ったりするんですけども、長さですね。まだね、細かい S とか ED とかそういうことじゃなくて、長さを出さないともしょうがないよね。話にならないよねっていうのがあります。例えばそうですね。うん、英検になった時に250単語ぐらいが目安ですって言ってるのに、150単語しか書けませんって言ってたらどうなります もういかにすごい正確に書いてるかとか SED 全部正しく書けてます漢字全部とかそういうことじゃないですよねもうだってこんだけ相手が要求してきてるのにこんだけしか書けてなかったらもうその時点で減点じゃないですかなのでやっぱこう長さをちゃんと出していかなきゃいけないというのはあるんですよねだからこうなると長さを出す練習は先生がこう 検索をする前に、だから生徒が自分である程度回数を重ねる中でやっていくことでしょうね。だからここの回数はね、ちょっと練習の回数が増えるかもしれないですね。ここは多分1回やれば OK。1回か2回やれば OK だと思います。多くの場合ね。うん、人によっては外れまくってる人はもっと多くなるかもしれないけども、長さを出すっていうのはスピード感を伴わないといけないので、ここは比較的自己練習の回数っていうのは増えるかなと思いますね。はい。で、あとは次。その次、じゃあ長さが出せるようになりましたってなって、初めて、 文法じゃないです。初めて内容の分かりやすさですかね。うん。これはね、ロジックですね。もっと言ってしまうとね。話が別にそれてるわけじゃないと。賛成か反対かって言われて、賛成と言ってると。で賛成の理由。例えばそうですね、えっと。一人で勉強するよりもグループで勉強した方が効率的であるっていう命題があって、賛成ですか、反対ですか。あ、グループの方でやった方がいいと思います。賛成ですってなった時に、理由を説明しなきゃいけないんですよね。で理由を説明するときに、その、 グループの方がいいっていうトピックは別に合ってるんだけどもその説明をするところで話が飛んじゃってるなんでそんな話になるのって、うん、例えばそうですね賛成なのでグループでやる方がいいと思います効率的だと思いますなぜかというとグループでやると時間が節約できます時間が節約できるっていうことは勉強の効率面では必ずいいことになるはずなので、うん、やっぱり、うん、そのグループでやる方がいいんじゃないですかねっていう展開方としましょうか。 ど,どうです今の内容としてロジックとしてえなん,でなんでグループでやったら時間が短縮できるのってのが飛んでるんですよねだってグループで勉強したからといって勉強時間が短縮できるって限らないですもん変な意見が出まくるみんなが助け合おうとしてみんながお互い頼り合って自分が何か解決しようとう意見も誰も出さないようになってしまったら逆に時間かかるじゃないですかでも書き手の中では助け合って時間が節約できるっていう頭があるんですよ で、それは自分でいいと思ってるんですよね。で、書くんだけども、相手に読み手にとってみればなんでなんでよってなるわけですよ。今のは一つの典型的な例なんですけども、書き手の中では頭の中でこういうイメージで成立してる。読み手が読んだ時にわからない。だから、話がわからないんですよね。そうなってくると、やっぱり点数が下がっちゃうので、そのロジック、内容を詰めてあげると。 言った,言ったところですね、まあ、もっと平たく言うと読み手目線で分かりやすく書いてあげるといったところを直してあげるというのが次のステップになります。で最後ここまで来たら最後は文法ですとか、うん、ああその表現のバリエーションでしょうね。まあ、あいあいあいばっかり使ったり他の表現も使いましょうねとかうんキャンとシュートしか使ってないよ他の助動詞とか他の表現も使いましょうねとかある程度のバ,バリエーション多様性ってあるじゃないですか。この辺っていうのは一番最後。 なんで,す、ね、でほとんどのね生徒さんとかほとんどの添削される方が結構ここばっかりで添削するんですよねいやそもそも構造違うからそもそもトピックから外れてるからいやそもそも長さ足りないからいやそもそも話分かんないからっていったところで添削を入れることであんま見ないんですよ。で実は大事なのはこの順番であってここばっかりやろうとするからこっちが逆にこっちは大事なのにこの順番で大事なんですけどね。 大事なところっていうのが見えないまま英語の表現ばっかりの添削になるんですね。英語の表現のこの正確さを求めるってことだけになるんですよ。土台を先にやりましょうねと。こっちのはこっちに行けば行くほど点数っていうのはやっぱりこう影響してくるんで、うん、もうイントロがはっきりしないのにエでもそのの点数低いんでね、うん。長さが十分出ないものでも低いんで,で。こういうところをちゃんとやってあげた中でできたらこういうやり方です。これを見ていくということですね。これがだからさっき言ったこう上がっていくとなんですよ、こうやって。 ず、ね、ずれてるね、はい、もうずらしたくないな、はい,もう一回すいませんこれがさっき言ったこう上がっていく人なんですね。でこれ,こればっかりやってる人っていうのはちょっと上がりますよ。ちょっと上が,上がるんだけども土台もだって上がってないところがあるんですそれを無視してここばっかり無視してるだけだわないな。 ここをあんまりこう直視せずに直すことなく、ここばっかり直しているということなんで、上げ幅がちょっとしかないということなんですね。だからここをちゃんとまず上げ,てあげなきゃねということです。でね、もう一個ね、ここばっかり添削することのデメリットと言いますか、障害っていうのは、こっちがね、犠牲にされてるんですね。特にここが犠牲にされます。正しくやらなきゃ。 文法気をつけなきゃ、表現のバリエーション、あとちょっと、この表現もいけるかな、って考えてるうちに長さって出なくなるんですよ。でも、もともとこっちが出てないんだったら、正確さよりも点数悪くなっちゃいますからね。らここばっかりこだわるがゆえに、他のことが犠牲になりやすいんですよね。だからこれができて、初めてここに手を入れないと、うん、もっと点数、失点してる要素が大きいところが解決されないですよ、ということですかね。はい、じゃあこれで大事なことっていうのはお伝えできたかと思いますので、これからもライティングね。まあライ これからも点数アップのために試験に取り組むんであれば、同じ、例えば10回書くんであればね、10回自分を直そうとするんであれば、構成するんであれば、点数上がった方がいいに決まってるんで、こういう順番っていうのを忘れないように、大事なポイントを忘れないように練習していただければ、最速で最大のスコアアップができるんじゃないかなと思います。ぜひ点数を上げてください。で今日はこの辺です。See you next time.